はい、今日はですね、えー、内山さん事件についてやります。えー、この前の、能登で地震がありましてですね、あのー、まあ、あった時に思い出したんですよ。そういえば、能登の地震の時にね、内山さん事件ってのがあったなと思ってで、調べたらあったんで、うん。なんこれまたこれ、私ものずっとね、こ不思議だなと思って、だってこれ、リアル、俺、リアルに見てたから、2007年の、あのー、 ちょうど日曜日だったんだよね。3月25日だから。で、その、リアルに見てたんだよ、俺。家に1回、テレビで。で、確かに、確かにこれ中継覚えてんだよ。で、で当時、なんと思わなかったんだけど、ネットで、なんか、これ、なんか,か、途中で変わったよね、みたいな。人が変わったよね、これミスリーだね、ナイマさんって誰みたいな形になってて、大騒ぎになってたんですけど、で、これに関してはちょっとやってみます。で、あのー、 能登半島地震っていうのが3月25日、2007年3月25日、9時41分に発生します。で震度6強が穴水、輪島、七尾、震度 6, 震度6弱が輪島、能登、中野と滋賀ね、えー、滋賀だっけ滋賀ですね。震度5強が七尾、鈴の一部っていう、今、ま、後、あのぐらい地震だったんですが、あこれがですね、で中野とちょっとここなんだよ。七尾ちょっと下。 ね、NHK が震度6弱を記録した中野,と中野と町役場に取材するんですね、電話で。で、当時、の輪島とか鈴とかにも電話してるはずなんです、あ確か、そちらでいかがどうですかみたいな形で、あの倒壊したかおかありませんか、火災は起きてませんかみたいなことを一応聞くんですよ、よ NHK ねあと、消防署にも電話したりとかするんですけれども。 でこの時、ね、中野東町役場総務課の内山さんっていう感じでねこうテロップが出てたんですよ。で全然それをで出ててそのまま電話で応対してたから皆さんこう電話で応対した人が内山さんだろうっていう総務課の内山,山さんだなっていうことでずっと聞いてたんですけどあの、ね、で音声がプツッと途絶え,えるんですよ23秒ぐらい途中で。で全く 全然その後明らかに違う人がが応対してすぐ電話修正が終わるんですでこれがなやまさん事件っていうことで「このこれええええええ」ってだからえ最初の応対してた人と2回あの運勢がプツって切れてから「はいはい」って出てきたのがおお音が全く違う人全然違う人なんですよ。 で、喋り方も違う、違うくて、前に、しょっぱな、お、大田市立は本当になんかのんびりしてた、し田舎の職員みたいな感じで。ああ、滅多にない地震だから、いえー、なんかあれだったんですよみたいな。あの朝だったんでみたいな、えー、皆さん外へ出て、大きい地震だったんで、外へ出てました。停電も起きてた、起きてたので、外へ出て、様子を見てましたよみたいな。 えー、大きい揺れでしたーみたいな、ね、本棚が倒れたりとか、物が倒れたりして大変だったんですよみたいな形でやってたんだけど、で 2, 回2回目出た人たちはもう淡々と喋ってね、終わり。えーうん、で、これ、こういったこれ、ね、この音声聞けば分かるんだよで、YouTube で内山さん事件って調べればでいっぱい出てくるからで、ポイントなんですけど、まず 2, 2人目の人は NHK から内山さんですかと問いには全く応答しないんですね。はい 電話が変わる電話が変わりましたかって当いに変わってないって言ってます。だからこれ、これ,でこれで、だから、内山さんって2人いるのかみたいな話になるわけですよ。第一内山さん、第二の山さん、同じ名字の人,人なのかみたいな話になったんですけど、<laughs> まあ、こので間を書き起こすとこんな感じなんでしたね。で、青が NHK で、赤文字が内山さんね。で、もしもし、はい。えー、で、あ、これはナイアさんらしき、あの、これは電話が変わった後のやり取りなんですけど、えー この,前この前ずっとなんか大地のナ山さんがのんびりした感じで、えー、NHK で和やかな感じで応対してたんですけどで2秒3秒音声がプツって切れた後ですで NHK の方からもしもしって言ったらはいっていう感じですあの引き続きナ山さんでしょうかはいって言ってるんですねでこれはいはねはいって,ってととだはいなんですよはいじゃないんですよ認めてないんですよはいって言ってえ何何、ね、何言ってんのこの人みたいな感じのはいなんですよでもしもしって はいって,ってねあの電話の方は変わられましたでしょうか NHK の方が聞きますよねいえ変わっておりませんって言うんですねあの南山さんですね無,無,無回答なんですよでだからこの2回目の人ってな自分は名山さんですなんて一言も名乗ってないんですよただ電話は変わっておりませんって言っだけなんですでは変わってませんって言っただけなんですようんで以降普通の人だと終わるんですねで これ多分ですね、まあ、私はこれでまあ推測したんですけど、まず内戦を切り替えた説っていうのがあって、ですね中野党長の代表番号が総務課の番号と同じなんですね。NHK は中野党長役場の代表番号に電話しているために自然と総務課につながるはずなんですよこの。この番号、代表02076774の1234っていうのはこれ代表番号ですからで、これはここにかけるって、間違いなく総務課にかかる電話。 総務課の方につながるんですねでただもう一回線ですね総務課窓口っていうのがですよ0 7 6 7 7 4 2 8ゼ0ってのあるんですねでこれが調査内で交換所が回線をつげいたりするとあり得る可能性があるんですよこれあのー、成山さんだから1回目の成山さんがペラペラ喋ってるところでもう2回目の成山さんが多分,分かなんか待ってて「俺のとこじゃないんだろう」 回線間違えてるぞって言って,くって交換所に行って「回線間違えてるよ」って言ってそ窓口に繋いでくれって言って窓口で繋いで切り替えたっていうこれ3秒の間に切り替えてで窓口の担当さんで本来この方が取材を受けるべき人だったんですけど、えー、だったんじゃないかと思います。 これが説なんですけどただ当時ね今のこれ今のホームページで中野都庁役場のホームページ見るとこういう風になってるからいいんだけど当時どうなったか分かんない2007年は本当にまだ代表番号だけあってあと内戦で内戦伝えればねあのね交換所の方がアナログであの、ね、あのピンを刺してですねあのやってたのかもしれませんけどもえー これもう一つはね、私はこれ推測なんですけど、勘違い説ってのがあるんだよね。で、勘違い説ってのは何ぞやっていうと、まず中野町、中野、中野、中野町役場に NHK から取材の依頼が来るんです。まず一発目。まずいきなりは来ないから、NHK ってそもそも、 この,の震度が大きかったところって全部全自治体に多分取材依頼必要はずなんですよ NHK っていっぱい人海戦場で電話かけるからその震度が大きかったところは重点的にだから能登とか鈴とか七尾とか中野と町も滋賀,滋賀町とも多分あとそこら辺の管轄する消防とか全部手当ての人で電話してるはずなんですよあの取材いかどうですか大丈夫ですか今大丈夫ですかお応えできますかっていうことで。 で俺がですね中野と東役場ってその総務課の電話がおこっとあのテーブルで終わった電話が落ちちゃって、うん、震度6だったからでなんかぶっ壊れたっぽくてなんかその中野さんかのその,その,そ,のその番号がで,で NHK も多分その総務課で電話したんだけど電話が繋がらなくてあのー、で多分窓口の方に電話かけたと思うんだよねで,でそれでま窓口にで。 なんか電話がなんか調子が悪くて落ちちゃったもんだから震度,6の震度6弱か震度6弱の揺れであの机から落っこっちゃったもんで電話機その本体があの受話器が落っこったかとあの吹っ飛んだかどっちかで,で使って使えは使えるんだけどなんか通信安定なんか電話機がぶっ壊れちゃってぶっ壊れたかなんとかしないけどなんか音がおかしいとかって「窓口の電話使えませんよ」って言ってあの「申し訳ないんですけど」 NHK の,ももの, NH の担当にすいませんけども総務課の番号が落ちちゃったんで代表番号のと電話機がさっきの地震で落,落ちてちょ,ちょっと調子が悪いみたいなので受付の窓口の番号電話だったら大丈夫だからそっちの方にかけてくれませんかって言って NHK に伝えたんですね。NHK のの取材が窓口の電話に来るとということを でこの職員は応対した職員は、庁舎の転案ワイヤですから、あのー、何が起きたか情報が入ってくばんばん情報が入ってくるんだけども、さばききれなくてその、忘れてた、忘れてたと、NHK の社内が総務,総務の代表番号じゃなくて、窓口の番号に来るってことを忘れてて伝えるので知らされないまま、応対担当の職員が総務課の電話で待ってた待機してるんですよ、調子の悪い電話の前で。 今今か今かとで,でこれが後者ね、応対した人なんだこのこの応対担当の人ってえあらかじめ決めてたから「じゃあ何々さんお願い NHK の NHK から取材が来るからお何々さんお願いね」って言って、うん「お願いしますよ」ってってその方が多分内山さんだったんじゃないかと思うんですけどこのだから本当は2番目で出た人が内山さんなのじゃないかと。それでですね、えー 内山さんがだから総務課の窓口で部屋で総務課の部屋で電話で待機してたんだ内山さんはね <laughs> 待機してたんだけど生きてて回すと NHK の電話が来ないのよ、ね、でその頃 NHK って窓口の電話を鳴らしてたと思うんですよ 総務課の窓口の電話番号で、たまたまピチーッピーとなってたぞたまたま職場まで招集されて、庁舎に到着した職員が受付の電話が鳴ってたので応対したら、NHK だったと。もしもん NHK でございます。先ほど取材の依頼ありがとうございました。それでですね、みたいな。で、勝手に応対しちゃったんですよ。もうみんな周りバタバタバタしてるから、窓口の電話で。 はい何でございましょうかみたいな感じでで全くこの人関係ないんだよ <laughs> 関係ないんだけどだか,らだから今ほら今日休みだったのに大きい揺れが来てであのんびりしてたところ大きい地震が来てで今だから外をみんな来る時にほら停電があった停電もしてたから外に人が出てって不安そうな感じで見てましたみたいなことを描写できるわけだこの人だっ今来た人ばっかりだから。 ほら非常消集かかるとほら歩いてこいって言われるんだよこう大きい地震があった時って車使わなかったでも,もし非常消集腰をかけられたらまずとにかく車輪ンこから歩きてこいって言われてるんだから。 車使ったら、塀が倒れた、建物が倒れたら車取れねえって言って、大変なことになっちゃうから、とりあえずそれが、それを買わせるように、自転車か歩きで来てくださいよっていうふうに言われてたから、この職員は歩いてきたんだよ、多分家から。で、ようやく庁舎に到着したんだよ、この人。で、たまたま応対しちゃったんだよ、それで,で。で、で、こっちは総務では、応対担当の方が今から NHK の取材が来ないのにあの、待ってるんだけど、 長所がテレビ見てたら中野都庁役場の南山さんっていう感じで誰か知らない人が勝手に応対してたわけですよ。で「ああ?」って言って全然 <laughs>「どこどこで繋がってんだ?」あれ?」って「NHK のもう来てんじゃんねえうちの役場に NHK から電話来てるぞ」って「誰誰が今応対してるんだ?」って言って「えー?」って言って。 「うん、あっすいません忘れ,ました忘れてました」「NHK の応対は窓口の番号で窓口の電話にかかっていくることになってたんですよ」「言うの忘れてました」って「バカーも早くも言って誰が出てんだあれ」って言ってさ「誰が出てんだあれ」ってって, <laughs> て,れって,ってそれであのー。 慌てて1回目で降りてって <laughs>、で、窓口の電話に行くと、担当映画の職員か、応対してたので、かわれってあいして、だったと思います。もしかすると、庁舎に避難してきた一般町民かもしれません。この、もしかして、のんびりと応対してた人って。なんかでも、しょなんかね、あの、しょっ、しょっぱな、なんかあの、ほら、ない、皆さんが悩まさんとだと思っている人の応対って、なんかのんびりしてたりしてませんなんか、まあ、後で調べてもわかりますけど。 すごいのびるしもて「今日休みだったんでへえへ」みたいな「休みだったんで」って言ってで食器が落ちたりとかって言って、えー、停電とかないでしょうか停電はしてるみたいですけどあのー、あれですねみんなは外で出てまして不安そうな感じで見てましたよなんかったなんかハなんか終わったどっか余裕ぶっこいてるみんな感じな大台だったでしょあれなんか最初の頃の内山さん皆さんが内山さんと思ってる人あれだイ山さんじゃないんじゃないかと思うんだよ俺だから。 たまたま職員、庁舎に避難してきた人だと思うんで、避難してきたから、庁舎にあの、大丈夫ですかねっていうのをな、なんか、聞きに来た人が、窓口で倫理になリンリンってんだだたら、あんま取らないから、たまたま取っちゃって。 じゃあちょっ NHK でございますって言わて、NHK で取材よろしいですかって言って、だから自分に取材きされたもんだと思って勘違いしてたんじゃないかと思うんだよ。そのああどう,うかたまたま取ったジャーバが NHK からの番号で今、今今取材や行ってます。先ほどあの説明した NHK のないないでございますって。え今からあの放送 テレビ線で繋ぎますのでよろしいですか?」って言われてで何に起こっちゃうか分かんないけどああいいですよ」なんて言ってたらさ自分に取材してだからその中野都庁の町民に取材が来てるもんだと思って勘違いしたってこの人がで応対してたんじゃないかなと思うんですよ。でそれにに異変に気づいて長者の人が 誰だ今思ったりしてんのあれって言ってでバーッと降りてきたら何で知らない普通のなんかおっちゃんが NHK の相手が多分 NHK だと思われるテレビえ電話で普通の日常会話をやってるからどういうことだって言ってで「変われ変われ」って言って。 だから多分それあれ2番目の人が内山さんなんじゃないかなと私は思ってます。えー、これが内山さん事件の真相じゃないかと思ってますけど、いかがでしょうか。<laughs> あのだからこういうなんかもう長者がもうとにかくこういう大きい地震が来るとやっぱりその非常講習をかけられてやっぱ近い人がすぐ来るんだけどやっぱ遠くの全員集めたまでタイムラグがあるんですよ。やっぱりこういうのってやっぱり歩いてこうやっ,きも言った歩いてこうい歩きか自転車で。 登場してててくれっておれるからこういう大きい地震がってきてだからそので住んでるとこもまばらだからで出勤時間も,も決まってないのでもう早く着ける人は早く着いてってとりあえず仕事やってくれっていうことで情報収集はやってくれって手,あ手の空いたところからもう情報収集お願いしますってなっちゃってるからもうてんやまんやなのよこの庁舎もやっぱりで NHK のなんか本当なら NHK の応対な,なんかしてる場合じゃないんですよこの人たちって。 ただ NHK、だからもう、それでもやっぱり、今、自分の街で起きてることを、まあせ、全国で伝える、まあ、いい機会だから、出てるだけの話であって、うん、じゃ簡潔にやっぱこう、ね、そういう感じなんですけどね。だから、連絡ミスと、連絡ミスと、たまたま偶然重なっただけの事件じゃないかなと思います、これは。うん、たまたま。 庁舎にいた人がたまたま電話取っちゃったって話で <laughs>、えー、だと思います。だからうん。まあ、あだとわか,かんないんですけど、これが私一番しっくりくる説かなと思っております。はい、今日は内山さん事件について、えー、解説そうあ解説じゃねえな。これはねえー、推察。してみました。はい、以上です。はい。